当にダメです。人見知りなんですか？人見知りですね。もう映ってます。あ、こちら。こんにちは。下川です。青森ですかね。青森と言います。今日なんで来てくれたんですか？今日は、この勉強のために。はい。施術受けにね。そうです。はい。DVD ご購入いただいて、はい。そのチェックっていうか、確認しにっていうかね。まあ、そうなんですよね。はい。はい、実際どうですか？その前に僕の印象聞きましょう。動画の印象と僕実際あってどうですか？いや、一緒ですね、全く。一緒一緒というか、なんか、はい、今日、施術中がすごい科目やったんで、はい、逆に、逆というか、ちょっと拍子抜けみたいな。そう、いや、そんなことはないですけども、はい、でもなんか、すごい眠たくなります。心地いい痛みが、ずーっとこう。僕、ほんま喋んないですからね、本当は施術中は。そうで、意外とそうですかね。うん、ずっと喋ってるイメージがあったそうそうそう、だからこうやってでも森さんは DVD 買ったものですけどつって施術受けに来てくれたから、はい、まだ喋った方ですよ今日は。あ、本当ですか。普通のお客さんにはもう全然喋りませんからね。世間話ずっとしてるようなイメージだった。全然しないです。だからなんかそのね、そういうなんていうの、同業のセラピストさんで、はい、ちょっと技術のことを聞きなきたいとかね、はい、いう人はもうそうやって前もって言って来てもらう方が僕はありがたいんですよね。あ、そうです。いろいろ説明できるし、はい、そんな感じで、はい、でどうですか、施術受けて率直な感想をお願いします。うわ、良かったです。痛い。聞きましたか？聞きましたね。痛いぐらいでした。はい、嫌な痛みじゃなかった痛いんですけど、なんか眠たくなる。僕が言ってるその不快な重さとか痛さとかがそんななかったでしょ？全然ないです。けど効いてくるっていう。そうですね。ですよね。はい、それが伝われば。あ、本当ですか。はい、この曲げ指の重要性、テント目の中であんま分かんなかったですね。あ、今どっちでしてるかなっていう。あ、僕あんまり手使ってないです。あ、そうですか。今回その分解光線とか、はい、その4線の上の方はあったでしょ、高等部の、あそこは点使わないと掴みに行かないですけど、他あんまり点使ってないですね。腰もですか？腰も点と点でギュッとは行ってないです。そうなんですか。はい、すごく腰の3線斜めってるとこ、明らかにコリがとんがってたんで、とんがってるコリに対しては面で押し付けたら点に近い感覚を受けれるんですよ。あ、そうなんですか。言ってる意味わかります？わかります、うん、こっちが筋肉がとんがってるから、はい、うん、だからそんな感じなんで、特に僕から面でトーンといく感じじゃなくて、はい、だから細身じゃないですか、全体的に。あ、そうだね。細身の凝ってる人って、はい、あんまり点で使わないです、実は。あ、そうなんですか。うん、で、そこまで必要ないっていうことですよ。面でも効かすことができるっていう感じですかね。はい、もっと点体感したくないですか？いや、もう十分聞いてます。今からこの後僕します、ちょっとしますよ。例えばスネやったら分かるかもしれないです。分かりやすいかもしれないです。あ、スネの点って見ます？はい、マジで。ほなね、いいですか？いいですよ、ここ。ここ、ほな、横になってください。もう一回上向いて、はい、これも取っちゃいますからね、もうこれも。もう自然なリアクションお願いしますねそんな凝ってないんですか？いや、凝ってないことはないです。はい、はい、今、面の点どっちなんやろうと思いながら出てました。あ、なるほどね、はい、うん、ね、あまり点でやりすぎても痛いだけになっちゃうんで、そのやっぱ場合ですよね、場合によりますよね。ひどい人が点なんですよね。ひどい人、そうですね。これ例えば最初っていうかね、いや、さっきやってた時はこれやったんですよ。これ重くそ面なんです。面でもこれ効いてると思うんですよ。で、これを点にするとこういう圧になってくるんですね。鋭い。これ鋭いでしょ。どっちが好きですか？その中に入っていく感じやっぱ点ですね。うん、どっちもいい。あ、どっちもいいですか。はい、はい、もうこの違いですね。面やって、はい、うん、さっきのやってたのは、まあ、これです、はい、さっきやったのはこれ、ね、はい、で、もう一回点がこれ、はい、奥に入ってくる感じ。神戸の三宮から来てくれたんですよね。はい、
で、ご実家がどこでしたっけ？愛媛県、はい、今、点です。今、点灯してます。で、これね、実はもっと点を感じようと思ったら、ここもっと凝らしてください。ここ、これね、凝ってるけど、柔らかい凝りなんですよ。これ、わかりますよね。凝ってる人って、この、こんな感じ。こういう人には、点がすごく感じます。うん、点の、あ、点できてるっていう感覚は、この感じだったら、もっと体感できるんですよ。うん、だからこれをもっと凝らしてきてください。はい。来てくださいって変な話だけど、はい、そういうことなんですよね。あ、そうです、うん。でも凝ってることは凝ってるんですよ。はい、だから凝り方って人によって違うと思うんですけど、はい、うん、だからその筋肉の硬さに合わせた施術法をするっていうのも僕たちの特徴なんでね。はい、うん、今点で入れてますけどね。はい、うん、だから点と面、分かりにくいっていうのはそういうことだと思います。筋肉のコリの硬さ、はい、ガッチガチになってたら、もう一発でわけです。ああ、そうだ。キャーっていう。あ、他どっかないですか？はい、ありがとうございます。じゃあ視聴者の皆さんに最後一言どうぞ。一言ですか？はい。今日の、あの総括した感想、はい、一言どうぞ。すごい良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日から森さんと私はお友達です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。